断言品してるわけですけれど、これもその年金組はちゃんと統一してね、あの国民年金と厚生年金統一して、でその中でも何ていうか報酬比例みたいなのかなり難しくなるけれども、少なくとも年金で最低限生きていけるようにはしましょうよっていう制度にするべきだと思いますね。でそういうのをあの最終的にやりたいなと思ってますけど、うんうん、どうですかそれに関しては。じゃあひろゆきさん、西田さん、なんかその人口割にしますっていう場合、そのなんかものすごい過疎の山村に住んでるおじいちゃんおばあちゃんを見殺しにするのかって言われるっていうのも分かってて米山さん言ってるわけじゃないですか。なのでそういうサイコパスな人が政治家になるっていうのは全体設計においては必要だと思うので、そういう意味で僕はなかなかいい面白い政治家の人だなとは思いました。まずサイコパスっていうそういう言い方も非常になんだと思うんだけど、そもそも全然僕あの地方の人を見捨てろなんて言ってない。逆だから、でだって新潟県は人口に対して人が全然少ない、医者が少ないので、それを人口割にするってことは増えるんです。今もともと前提が間違ってると思うけど、あの地方ほど人口に対して医者いないからね。だから人口割にするってことは地方に医者が増えるってことですよ。だからそこは前提として間違ってる、はい。いや人口の分布を考えてて、じゃあ新潟県というところで、新潟県というところで病院がありました。でもそこの人口割にしました。実際に山村からその病院に行くまで車で2時間かかりますってことになるので、近所の病院とかできないですよね。うん、まあそうね。でも、はい、なので病院にアクセスできない高齢者の人は増えますよね。ごめん、それはあの人口割にすると増えるって言ってるの？はい、人口割にした場合に、その面積あたりの人口比率が高い場所は全然問題ないと思うんですよ。じゃあ人口、その面積あたりの人口比率が低いところで人口が少ないところは、じゃあ病院は中心地に建てよう、で病院から離れたところに住む人がどんどん多くなるわけじゃないですか。でもその人たちはアクセスできないよねって普通に計算でできる話だと思うんですけど、なのでただそれが良くないと言われると思うけど、僕はそれは賛成ですって話だったんですよ。いやそうじゃなくて、でもなんかそれ自体を否定するのであれば単に計算ができない人なのかなと思っちゃうんですけど。いやまたそういう罵倒を入れるしね、本当にそういうのやめた方がいいよ。本当に今後いつまでもケロイチさん人気保てないからね、そんなバトばっかりしてると来る人いなくなって。で普通の議論すればいいんだけれど、まずね、人口割っていうその人口をどのぐらいの範囲で取るかなわけですよ。だって別に僕あの1平方メートルあたり人口割にしろなんて言ってるわけじゃないわけで、まず例えば県単位でやったら少なくとも新潟県は増えるわけですよ。でそしたら今見たことは全然起こんないね。だって新潟県増えるんだから、それをわざわざもう1平方メートルあたりで医者を配置するなんてバカなことしっこないわけです、ね、まず人口割にした上でね、だ今2時間とか言ったけど、それは新潟県土建王国で新潟県に限らず、実は日本はもう日本中に道路を張り巡らせてきたわけよ。だからそこはで、しかも今の医療はその人数いないとできないから、新潟県の中の中核都市にね、中核病院を建てて、でそこに人数割りできた十分な医者を計画的に配置して、でその上で来てもらえばいいわけさ。で何ならだってヘリだって飛ばしゃいいんだし、ね、全然あの医者がいない中で必死で医療を維持するコストってものすごくべらぼうで、そんなことするぐらいだったら別にちゃんと新潟県全体として医者がいて、で中核病院がちゃんとあって、でそこにもう何ならボンボンヘリ飛ばしますと、急患をどんどんヘリ飛ばしますと、ね、ヘリで来れない、全然 そういうのが必要でない人は、まあ、別に自分の車で来れる人は来たらいいし、車に乗れない人はなんか乗り合いバスみたいなの来たらいいしってしたら、それ十分解決しますよと言ってるのであって、全然ね、あの1平方メーター1キロ平方単位でやるなんて言ってないですからね。そういう前提をまずすり合わせましょうよ。別にあの前提をすり合わせて話しておかしいと思ったらおかしいと思っていいんだけど、いきなり自分の前提でね、なんかだって話しだして、いや俺そんな全然話してないっていうのにサイコパスとかね言い出すと、さ議論なんないから。はい、ヘリ飛ばすという前提がもう狂ってると思うんですけど。いや狂ってない。例えばじゃあなんか風邪になりました、解熱剤が欲しいです、それヘリ飛ばすの誰がお金払うんですか？だから聞いてる、さっき言った急患はヘリ飛ばすけど、必要ない人は自分の車で行きたいし、ヘリで行けない2時間かかる人は2時間かかって乗り合いバスでやればいいって言ったでしょ、最後まで聞きなよ。乗り合いバスはじゃあどういうヒントで出すんですか？乗り合いバスほとんど病院に行く人がない感想で、でそのために全然乗る必要なくて乗り合いバス出し続けるんですか？あまずね、地方でバス、あまずね、地方でバス路線どんどん減ってるのご存知ですよね。まずね、あなたね、まず乗り合いバスを出すとかっていうのは全体的な話をしてるわけじゃない。でその頻度とか話してないわけで、それを勝手に乗り合いバスやったらダメでしょダメでしょとかって言って
話全体を否定するだけじゃないの。まず相手がどういう趣旨でどういうふうに言ってるのか確認してからさ、そういうこと言うべきだよ。ね、僕が言った趣旨は、車で2時間かかる山村でおじいちゃんおばあちゃんが住んでいましたって、僕の趣旨で言って乗り合いバスを飛ばすだったら、そこに乗り合いバス誰がコスト払って誰がそのバス運転するんですか？だから病院行かないのにわざわざ動いてるんですか？それだそうやって混ぜっかいですけどさ、いやなので僕が言った前提を 乗らないで話し始めたら山村さんですよね。聞いてもらっていい？さっき言ったけどね、まずそもそも2時間かかるような場所あんまりありませんって。いやだからあります。全くないですか日本全国に。まずそれもね、日本全国に1個ぐらい、1個や2個あることと、1個や2個ですか、全体的なね医療制度のことを考えることは別だから。いや別じゃないです、そこに人が住んでるのが事実です。あのね、でじゃあ2時間以上かかる人は別だから知ったこっちゃないようになるんですか？これもさ全く関係ない風に人悪く言って、関係ありますよ、を出してさ悪く言ってるじゃない。まずね制度っていうのは、じゃあ2時間かかる地域に住んでる人数何人なんですか？地域そうやって止めないでさ、最後まで聞いてからちゃんと反論してもらえる？ねえ、まず制度論っていうのは大枠としてのね外形を作んなきゃいけないわけ。まず大枠としてこういう外形でありますよって言ってる時にね、ね、そこのね、もしそりゃ人口の5割がいや車で2時間かかりますよって言うんだったら、それは制度に落とし込まなきゃいけないですよ。でもそれが例えば 5% とか 1% とかだったら、それは無視していいんじゃないけれども、制度の外形を考えるときにはそれは一応別の話なわけよ。まず制度の外形を考えた上で、そういう例外的なところにはどうすればいいかって考えればいいんです。だから僕が言ってんのは、それね、2時間のところもあるかもしんないけど、それは基本的には例外的だ。だって 僕新潟のかなり田舎に住んでてそうなんだからね、僕の実家なんて田舎だけれども、別にそうね、最大で40分とかぐらいすればでっかい病院に行きますよ、ね、そういう日本の多くはそうだっていうことをもとに医療制度の外科大枠を作るわけよ。でその上でもちろん非常にちっちゃいとこはあるから、それとか本当に急患ならヘリを飛ばせばいいし、でそうじゃなくて車がある人は車乗ればいいし、でそれは乗り合いバス、じゃない人は乗り合いバス乗ればいい、で乗り合いバスのねお金も高い高いっておっしゃるけど、それは突然そんな前提もなくそう言うけれども、そもそもそういう地域そんなに多くないし、その大体車社会だから大概車持ってるわけよ。でもそれこそそれは IT 技術もね活用して乗り合いバスを使えばいいでしょって言ってるんだから、それ外形と例外と分けて議論しようよ。じゃあ俺ちょっと一回ここで仕切りますね、すみません、まああの1個整理して、じゃあ2つ、これ大事な問題だから2つちょっとお聞きしたいですね、ひろゆきさんと米山さんに、はい、まあ、1個、まあ、前提としては、分かりました、その県単位、都道府県単位で人口の割合でというところだっていうのは、これはもう今そう前提に立ちましょう。なんか先ほどのその話で聞いてくださいで聞いて、僕まだ話説明してなかったんですけど、米山さんがおっしゃったみんな車持ってるって話なんですけど、日本の場合って70歳から高齢者講習が必要になったりして、まあ免許返納しろって言われるんですけど、70歳以降人口って日本の 20% 以上なんですよね。なので車ない人が 20% 以上いますよっていうので、それ少数の例外じゃないよねっていうふうに僕は思います。いや、まずそのまずね、医療機構の話をしてるときに、その話はなんか全然方向性違いませんかっていうのが第一で、まあ、第二としてね、高齢者講習は受けるけどみんな乗ってますよ、地方の人70ぐらいじゃね。え、別にあとその車ない人は例外だなんて言ってるわけじゃないんだけれども、それは家族が乗せてくれたりなんだりで、少なくとも自分で車で行ける人っていうのは地方では相当カバーされてる。だって逆にそうしないとほとんど生活できないですからね。ね、いろんなものを含めて車で行ける人って意味ですよ、そりゃ。だってね、そんなこと言ったら車乗れる人って言ったら、だって高齢者を出すまでもなく18歳以下の人は全部入んないわけだから、そんなもん人口の10や 20% はそれは車乗れないのは、それは必然でんがなってことだと、言われるまでもないってことだと思うんですけど、家族を含めて乗れる人って意味ではそんなに多くはないです。はい、なんかその事実を言っただけなので、特にそれで言い返すのであれば事実認識が違うんだなって話だと思います。
いやまあそれだって説明しろって言うから説明しただけじゃんね。それでなんか言い返しとか言われるとまたおかしいやん。おかしいと思うよ。だからいちいちいちネガティブな言葉を。20% 以上は例外じゃないよねって話です。あそう。いや別にじゃあ僕はちゃんと答えだから。別に言い返したんじゃなくて答えただけだからね。今みたいなのもあれですよね。本当は、なんかクリエイティブな方向のなんか解決策もある気がして、今の。いやクリエイティブな解決策してる。解決策もあるんですけど、例えば最近だと今車の話だとの自動運転とか、うん、まあいろいろこうあるじゃないですか。あと遠隔地診療もこの医者が病院にいたまま看護師さんだけが車で行ってなんかその車に来てもらってこう診療するみたいな、なんかいろんな地方自治体の現場見るといろいろあると思うんですよね。なんかそういういろんな解決策もあるのかなと思いつつ、西田さん大丈夫今の件、ありがとうございます。僕ももうちょっとお伺いしたくてですね、先ほどおっしゃったその組合を一つに統合するべきじゃないか、非効率だから統合すべきじゃないかという議論があったと思います。そこ若干違和があってですね、ご承知の通りその組合の経路の問題、つまりできてきたそうですね経路の問題というのがあるはずで、まあ、日本のその保険の仕組みですね、健康保険も、まあ、年金保険もそうですけど、まあ、その個人とそれから、まあ、基本的には勤務先と国が、まあ、賛成で負担する仕組みになっていたと。言い方を変えると、まあ、その企業のその、まあ、なんていうのかな、拠出分がないと、まあ、賄えなかったわけですね。健康保険もそうですし、まあ、年金も厚生年金部分そうですね。でといった時に、まあ、それぞれの組合っていうのは、まあ、現在において、まあ、なんていうのか、バラバラいろんな規模のものがあると不整合が起きたりするので、まあ、統合すべきだ、まあ、それはそうかもしれませんけど、まあ、なんていうのか、これまでの経路の問題もあるので、まあ、冒頭おっしゃってたような、そのなかなかじゃあ非合理だからみんな統合してって言って統合できるようなもんでもないんじゃないか、つまりこれまでのそうですね、納付と、給付の、まあ、バランスとかをこれ どうやって先ほどおっしゃってたと思いますけど、多分調整できないんだと思うんですよね。これ、いやでもそこはそれこそ軽やかに調整って乗り越えるのが政治なわけでしょ。そうですね。でそうすると、うん、で今もそうですけど、公金投入が必要になるはずで、まあ、今も社会保障の場合、まあ、そのなんていうのか、先ほどその米山先生もですね、社会保障危ないっていうふうにおっしゃってましたけど、ご承知の通り年金にはもうすでに税金投入されているって言った時に、まあ、税金を投入すれば解決できるみたいなことになるんじゃないか。いや、まあ、でも結局ね、その今ほどおっしゃられたように企業が負担してるわけじゃないですか。うん、だからそのなんていうか、今の制度っていうのは企業にいる人の分だけ企業が負担してるっていうことになってるから、まあなんていうか、まあ、その制度があるから今一組合にしちゃったら企業は負担しないみたいな前提になってますけど、いや別に同じように企業に人数割で負担してもらったらいいわけですよ。 でそのお金をそのまま、要するに、まあ、社会保険税みたいなものにそのままなるって言いますかね。でそれは企業からするとその従業員の分を負担するっていうのと、まあ、広くその従業員じゃない人たちまで含めて負担しなきゃいけないのかなっていうのは、でそれがもうそれが組合だと、それが保険というもんだと、だいぶ発想の転換に、発想の転換だ、そこは。でもだってそれこそその労働の流動化みたいなのを言い出している以上ね、言い出してるわけだし、なんていうか社会保障というものは国全体のインフラじゃないですかと、ね、あなたたちそのインフラに乗って元気な組合労働者がいて、でしかもね、先ほど言った金銭解雇みたいな話もこれからしだしていくわけですよね。つまりあなたの会社にいない人だって、広い意味では会社というものが、企業体というものが一定の責任を負っていいわけでしょっていうことだと思う、ロジックとして。なんかその自分の企業に雇ってる人の分だけ必ずやりますみたいなのって、なんとなくベースとしてあるのは終身雇用で、会社というものがもうずっと存続してるみたいな話だと思うんです。でも今はもうその労働も流動化しているんだし、ね、そもそも会社っていつまであるのかわからないんだし、だからそれはもう企業サイドの社会的責任として、企業サイドとしてのまあ雇用している人数に応じて一定の社会保障費を払うと。でそれが必ずしも自分のところ以外の人にも使われるけど、いいじゃん、それが社会保障ってもんでしょ、ちょっと。まあ、結構ダイナミックでですね、これまで思ってたその企業が供出したもう国が召し上げるっていうことですか、ね、いや国が召し上げたって社会保障に使うんだから、社会保障に使うんだから、みんなのために使う。今それぞれの組合の財産としてこう、まあ、そのファンドがあるって言った時に一つにするってことは、これを一旦どこかに、みんなのために使う、あなたのために使うんだから、ね、国がじゃあ一旦吸い上げる、いや社会で国とか別の組合ですからね、企業が、まあ、貯めて組合が全部吸い上げる、で国組合はあなたのためにもやるんだから。これってでもリアル現実的にはできる、なかなかな、いや
やそうやってる国多いありますよ。だから台湾とかそうだからね。成立しないと思いますよ。いやいや成立しないなんてことないよ。台湾とかやってますよ。あの途中からやったんですか台湾。初めからだ。途中からだとね、日本みたいに分裂してないけど、まあ、あのやっぱりどっかで統合したったと思いますね。いくつかあったのを統合した。ここまで企業型でやってる国がやるものですか。ここまで企業型でやってる国ではない。説明していいですか。もうちょっと大きなあの退職者組合みたいなのがこのいくつかをまとめたみたいな感じだったと思う。ひろきさんどうぞ。フランスの場合は基本的にその生命保あのその社会保険的な一つなんですよ。でその代わりなので9割はそれでカバーされるのですが、ほらほら残り1割をミチュエルという民間の会社に入るんですよ。なので会社に入った場合は全額タダですと。普通 の, そ の, あの国民保険的なやつは9割ですと。で残り1割をミチュエルが払うという形で、そのミチュエルのお金を企業が払うという形になってるんですよ。で日本も実は2階建てなんですよ。国民保険というのがあって、で各組合によってサービスが違うんですよ。例えば僕が入ってる IT 憲法だと、ディズニーランドで歩くツアーみたいなのが保険の中に含まれていますと。っていうので、そこで2階建てになって豪華なサービスっていうのがあるのが各組合なんですよね。うん、で、仮にじゃあ全部一律で、日本中のその企業が、もう国が集めますってなると、多分日本の企業の側は、それを民間の生命保険会社に乗り換えるだけなんですよ。要は一定のサービスというのは国のシステムで受けられますと。で、うちの従業員の場合は民間の保険に入ってこういうサービスも受けられますよってなるだけなので、そこは保険会社に払ってるだけだから、社会保障に払ってるわけではないので国に払いませんよっていう形で、構造がそう組合から生命保険会社ってところに移るだけで、米山さんの言ってるような状況にはならないと思います。なので豊かな会社ほどいいサービスが受けられ、豊かな会社ほどいいその医療サービスが受けられて、豊かな会社じゃないところは特にその民間の生命保険会社に契約してないので、国民保険と同じものしか受けられませんという構造になります。いや、別に、あの、僕が言ってるのはね、その、社会主義、あの、社会主義的にみんな平等にしろって言ってるわけじゃ全然ないわけですよ。まず、みんながあの同じ、むしろね、その別に本当に余力のある人がやる、余力のあるとこ勝手にやるのはどうぞご自由になわけです。でもナショナルサービスをみんなで負担しましょうなわけです。でそこであのちゃんとみんなに同じチャージをして、みんなでこのナショナルサービスの保険を作って、その上で余裕がある人は勝手にやればいいので、でそのナショナルサービスの中できちんとね、人口の医療割とか、あの医師の人口配置とかっていうのができていけばそれでいいわけです。でそのプラスアルファをするのなんて何も口を出す気はない。そんな、そんなお好きなようにすればいいじゃん。なので1階の部分の国民保険っていうのは日本は成立してるのでもうそれありますよ。でその後余裕のある人がプラスアルファというのを各組合という形でやってるので、米山さんが言ってることはもうすでに実現してると思うんですよ日本で。あの国民保険は、ね、組合がいくつあるか知ってますよ。僕詳しい方は知らないけど、あれ市町村ごとだからね。市町村ごとの保険組合、国民保険という制度としては一つだけれども、組合は市町村ごとなんです。だから全然実現してないんです。いやそれは実態として単に運営が市町村ごとがやってるだけで、実現してないから、実態として市町村がやらざるを得ないじゃないですか。でやってるだけでサービスは一緒ですよね、金額も一緒ですよね。いや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 、だからね、組合、あの保険組合ってまず資金の大きさでね、その保険組合、あの保険機能が変わるわけだし、で事務で分かんない、それはそう思うな自由だけど俺はそう思ってないよ、全然俺そうじゃないと思ってる、はいはい、で先ほど僕あのサイコパスという言い方をしたんですけど、うん、僕はあれ褒める文脈で言ったんですよ。そういう政治家いた方がいいと思うっていうのを僕言い方をしてます、うん、なので僕褒める文脈で褒めたつもりなのに、その言葉尻ですげえ怒られてるっていうので、なんかその言われたことをとりあえず否定するとか言葉尻で怒るとかっていうのの感情を優先する人だなと思ったんですよね。うん、まあそれはいいけど、逆にね、じゃあ言っていい？普通にね、そのお前バカだないい意味でとかさ、あのお前あ顔悪いないい意味でとかってそれと一緒だ今言ってんの。だからサイコパスって通常悪い言葉だから、それをあ僕はいい意味で言いましたなんていうのはその言い訳になってないですよ。通常それは他人に対する悪口ですよ。ね、あと僕別になんていうか。あえてそんな悪口言ってないつもりですよ。そのあなたの言ってることに対して反論してるだけで、それこそひろゆきさんほどいち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 ね、この人の人格攻撃をする。で、それつまんないからさ、本当にやめた方がいいよっていうアドバイスですよ。だちゃんと政策について議論してんのに、いや僕は否定する言葉から言う人だななんてこと言う必要もあんまないと思う。言いたいなら言えばいいけどさ。なんか人格攻撃したいのって、このリハックって人格攻撃をみんなに見せて楽しませる番組って僕は思うし、あの正直思ってる人結構いるよ。それはちゃんと認識した方がいいですよ、ひろゆきさん、そろそろ。
僕もちょっとひろゆきさんになかなか厳しい言葉をかけられることが多くて、たまにはひろゆきさんに褒めていただきたいと思ってるんですけど、僕サイコパスでもいいから褒めてほしいですね。今のひろゆきさんどうですか？いや、まあその僕がじゃサイコパスと言ったのが、そのなんか勘に触れましたっていうのはすいませんと。で、そのじゃあ人格という話になるんですけど、あの最近そのホストの売りかけの問題とかで、まあその女子大生とかが借金を負って、で大久保で立ちんぼやったりとか、東横で売春したりとか、で風俗で当たれてますっていう問題があるんですけど、でその問題を全く解決しようという動きがないんですよね、行政の方で。そう。でそれがじゃあなんでそうなのって、あの話は終わってないですよ。でなんでそうなのっていう時に、その元々じゃあ女子大生に、その女子大生でそのホストにハマってしまった人の家族が、そのこういうことをさせるためにわざわざ育てて女子大に入れたんじゃないよみたいな話もあるわけですよ。その女子大生が自殺されてしまったんですけど、でその遺族の方がそんなことをさせるために育てて女子大に入れたわけじゃないよっていう表現をしてたんですよ。でその女子大生が売春をするということって、そもそも異常な状況ですよねと。大学に通うだけのそれなりのお金がありながら、なんで売春なんかするのと、おかしくない？じゃあこれは社会問題として解決しなきゃいけないよねと考える人か、あ、安いじゃん、3万円で買えるの、あ、全然買えます、で知事になったら4万円払うわっていう風に女子大生を買ってた人じゃないですか、米山さん。なのでこういった問題を解決しようとするのか、それを利用して自分の利得を増やすのかでいうと、じゃあ困ってる人がいるんだったらその利得を利用してやれっていう実行をした人だと思ってるので、なので物事の考え方とか問題に対する受け止め方というのが、僕はやっぱり人の上に立つべきではないと思ってるんですよ。うん、まあそれはいいよ、だからそれはね、あのご批判として受け止めるよ。でもまず事実認識としては違うと思うけど、そもそも今日国会で、先生どの事実が違ったのかちょっと説明してもらっていいですか？最後まで聞いたらいいじゃない、最後まで聞いたら、僕自分のことに関してはもうあれ以上説明する気はないからさ。ね、まず事実認識と違うのは、まず国会でね、それはちゃんとあの取り上げられて対応しようとしてるわけですよ。ね、僕は人はね、確かに自分のやったことを過去によってあの判断されるから、あなたがそう思うならどうぞご自由に、あの僕は人の上に立つつもりが、あの立つ資格がないと思うんだったら勝手に思ったらええかなと。でも僕はそれでも政治をしたいからこうやって一生懸命やってるわけよ。でそれを認めてくれる人もいるからこうやってやってるよ。ね、それをひたすらこう罵倒したいんだったらね、まあどうぞお好きなようにしたらって、それ以外ないね。喋り続けていいですか？どうぞ。で前半の時に、そのじゃあどういうことがあったんですかっていう時に、僕が話す前につまんないこと言うなよって言い方をされたんですよ。いや、その女子大生が売春をせざるを得ないような社会状況をほっといて、それに知事という身でありながらお金を払うっていうのって、それつまんないことですか？で政治家になりたい、政治家好きっておっしゃったじゃないですか。であれば知事になった以上そんなことしちゃまずいでしょ。やりたい政治ちゃんとやろうよってなるべきなのに、知事をやりながら女子大生にお金払って売春するって、僕やっぱりおかしいと思うんですよ。だから思ったらええがな。俺はもうそれは自分でちゃんと説明したしね、説明した上で俺はやりたいと思って、それを認めてくれる人がいるんだよ。だから女子大生とやりたいと思うのは一生懸命やってるし、仕事はちゃんと誇りに持ってやってるよ。一生懸命女子大生と、一生懸命誇り持って女子大生ってやったんですか？思えばええがな、はい、勝手に思っとけや、うん、でそうやってさ、な俺をそうやってさ、まあ、さな、そうだね、そのなじって面白いわけよね、あなたは。だどうぞ、なぜってないし、事実を説明したいいよ。じゃあそれで分かった、だからお好きなようにしたらええがな。はい、どうぞ。ずっとこの後この その話題を続けたいんだったら、同じ答えをするよ。あんたがそう言いたいなら言えばええがな。どうぞ、はい、なので説明しました。はい、じゃあ俺ももう言ったからこれで終わりだよ。はい、なのでこうなってしまうと、後で多分政策の話とか政治の話が一切できなくなると思ったので、なので僕は後半に喋るべきだと思って、今もかった。ありがとう。はい、ありがとうございます。固まったけど、これ大丈夫かな。それは次々と、人間ってその時に届いてきて言葉が違っちゃうから、次々といろんな説明が出ちゃって、でその度にそれをつつかれて、その度にそれを説明するのにまた別の説明が出ちゃう。でそれはその問題をこうずっと蒸し返されるだけっていうか、で別に蒸し返したい人はね、ひろゆきさんみたいに蒸し返したい人はどうぞご自由に、ご勝手になんですよ。でも僕は自身は自分をいかにね、プロデュースして、いかにしてそれを乗り越えていくかってことを考えるんだから、それにとって正しいか、繰り返しそれがベストだかどうなのか分かんないけれども、僕はその戦略がいいと思うからそれを採用してるってわけです。一回きちんと最後まで説明して、その後はもうしたって以上言わないっていうのが僕はベストだと思う。
戦略というのは、まあ、自分が成し遂げたい社会を実現するための政治家として活動していくために、その戦略が正しいっていうと僕は思う。それは正しいかどうかは知らない。でもそんなの、仮説としてそう思う。そうで、正しいと思うことやるしかないじゃん。そんなの。で、その理由は、そっか、1回目の説明と齟齬が生じちゃったりすると、で、次々次々と新しいニュースになる。なるほど。ひろゆきさんどうですか、今のは。まあ、その例えば祖母の話をすると、その、ハッピーメールでしたっけ、出会い系サイトで出会った人に毎回3万円で知事になったら4万円って払ってたわけじゃないですか。でも会見の時に恋愛だって言い張りましたよね。で、なぜ恋愛というかっていうので、弁護士さんであるから分かると思うんですけど、売買収をしたら違法行為なんですけど、恋愛であるというのでお金を払うのであれば違法行為ではないっていうのを、頭がいいから逃げれるわけじゃないですか。その頭の良さをそれに使ってるよねっていうので、そう、結局じゃあそこって本当の実態とは違う説明をしたんじゃないですか。でもそこを何度も突っ込まれると、それがずれてくるかもしれないから突っ込まれたくないというふうに僕は見てます。で、ただこの話は何でしてるのかっていうと、僕米山さんの話を実はしたいわけじゃなくて、日本の政治家こういう人いすぎてよくないよねっていう社会問題として解決すべきだと思ってるんですよ。じゃあ未成年に説明していいですか。未成年に対して準強制性交をして、そう、飲酒させてエロいことしようとしたパパ活で、その後辞職した吉川さんっていう議員があるんですけど、してないよ、あの人も最初辞職しなかったんですよ。そう、自民党から離党しただけなんですよ最初、うんうん、でそれで許されると思ってたし、自民党の人もそれでいいという感覚だったんですよ。でその後は辞職しましたけど、要は政治家っ て, してない、辞職してますよね。してないよ。してないんですか。あ、じゃあむしろもっと悪いっす。選挙は、選挙のとこで終わったのね。選挙まだないよ。じゃまだいらっしゃる。であれば、むしろ。まだいらっしゃる。マジですか。じゃあもっと悪いっす。なので、そういう人が政治家で位置づける。で、自民党としてふざけんなっていうのになるわけでもなく、まあそうだよね。もう議員退職して、その議員、自民党の人ではないから知ったこっちゃないよね。で、政治家で位置づけます。この状況おかしいでしょっていうのが、僕は普通の感覚であるべきだと思うんですよ。でもそれぐらいありだよねっていう風に社会が認めちゃってるのは良くないので、なのでそういうことをやってる人はそういうことは良くないよねっていうのはちゃんと社会に言って、そういう人を減らすべきだと思ってます。どうぞ。以上です。はい、あ、思うのは自由です。で、僕は僕の戦略でいきます。わかりました。なんかそうですね、まあこれなかなか難しいですね。いやだけどひろゆきさん、あれですね、このやっぱり日本の政治家に物申したいっていうことやっぱきりってあるんだなっていうのは結構ね、なんかこう刺さりまして最後。いや俺はあんま刺さってないよ。だって何の考えないと俺しか言ってないからね。まあまあ他の通りは言ってない。でもね、要するに俺は嫌いなんだ。いや、どの政治家が来てもひろゆきさんこんな感じですね。なんで米代さん、ひろゆきさんが米代さんを嫌ってると思ったんですか。いや僕はひろゆきさん嫌いだからね。なんで米代さん、ひろゆきさん嫌いなんですか。言っていいの。はい、何の問題もないと思いますよ。いやそれはでも聞きたいです。それはね、僕最近ちょっと好きになってきた。いやだって例えば今の吉川さんの話で辞職してない、でしょ。で国民健康保険の市町村 の違うのも知らないでしょ。でまるで一緒だと思ってるでしょ。前提知識が乏しすぎるんですよ。だから結構いろんなことの前提知識を全然知らないのに、超上からこうでしょとかって言ってくるわけですよね。でそれは別にいいんだけど、それ自体は、まあ、そういう人いっぱい世の中にいっぱいいるからワンオブゼムだなと思うんだけど、なんかそれをね、メディアの人が天才みたいなことを持ち上げて、でそれもね、それもいいんですよ。それはまあそうだね、そういうふうにスポットライト当たったらそれは利用したらいいと思うから。でも自分もそれのスポットライトに当たって、なんか俺天才って思い出してねっていう感じがすごくして、なんかそれが嫌いなんです。ちょっと興味深いなと思ったのは、全然僕はここで議論する前ちょっと面白いなと思ったのは、メディアの人が天才って持ち上げてとおっしゃったんですけど、僕結構メディアから見てみるんですけど、ひろゆきさん天才って文脈でメディア側から持ち上げてることはないかもしれないです。東大生が選ぶ天才のベストナインに選ばれて、それは東大生が言っただけで、メディア側から、ないと言うんですけど、天才っていうふうになんか見つことだと思う。ひろゆきさんを天才って言う人はいない気がして、まあことほどさように、まあ事実前提でまあ違うこともあるじゃないですか、違う分野に関しては。アベマの人言ってたよ。アベマどうしようかよ。アベマの人誰ですか。安倍晋三って言いますよ。あいつ若新さん、若新さんは安倍晋三、安倍晋三の人じゃないですか、ね。安倍晋三じゃないけど、ね、でも安倍晋三出てる人。まあそう、全然そう、個人内の勝手ですよね。メディア側の持ちネットではまあないと思うんですよね。で、まあそう、じゃ前提がどうして、平石さんも結構同調したけどな。そこ天才とは言ってなかったけど、うんうんみたいなこと言ってたけど、そまあそれは単にまあ、あいつかもしれないけど、あいつかもしれないけど、そうだ、まあまあ確かに全体が完璧ないと議論できないってなっちゃうと、それは良くないですからね、あんまり。いや、いいんですよ。それで正していけばいいと思うんですけど、知らないのは知らないでいいんだけど、
知らないということを分かって話そうよっていう感じでね。その結構知らないですよ、あのひろしさんって前提となることいやただその有権者とか、まあ、その生活者の一般はまあ言ってみればそうじゃないですか。そうそう、政策とかほとんどこう知らない人が大半で、まあ、例えばこの YouTube とかも、まあ、結構再生されるんですよね。そう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 、だから出たきたね。まあ無党派政治に行きたいとで、あのいや僕もまあなんかいつもあんなかなとかと思いながら来てるんですけど、そのひろゆきさんのその質問つのか角度のつけ方っていうのはやっぱりこう視聴者の心にやっぱりこううまくねえぐっていくっていうのが、これすごいなっていうのはやっぱり、ね、思いますよね。どうかな、それ僕それが僕はそこが反対なで、そこは別にひろゆきさん特段角度がすごいわけでも視点が鋭いわけでもなくて、程よく偉そうな人を罵倒してるから、その罵倒にみんな留飲を下げて見てるだけ。いや、うん、でそういう下世話なものを流行らせてる時点で、まあそれは嫌いだよっていうことです。でも嫌いでもあの僕は来ましたので、それは嫌いでそうそう、ちゃんと自分の利益になると思って来たので、そういう意味じゃあのそういうもんだと思ってみていただける。